長いねえ、おはようございますね、おはようございます。菊ちゃん、もう6時過ぎから起きて7時半過ぎにはこう来てるんですよ。圏央道、茅ヶ崎、西湘、箱根、それで平塚食堂で飯食って、で明日はよ、菊ちゃんの地元横須賀から観音崎回って城ヶ島公園行って景色見てっていうのはどうかな。めっちゃいいんじゃないねえ。マスボクどう？最高なんですけど、まだ余裕がないんですよ。あ、もう初の高速道路でしょ、バイク。初どころかこっちで乗るのも初。いや俺もさ、ほら普段通りな感じで先頭走ってたらもうみんなが見えなくなっちゃうからさ。大悟君どう、初高速は？めっちゃ怖かったっす。怖いよ。今日渋滞すごいね。あんなトラックがいっぱいいたんだと思って。あ、そう。あんなトラックちょっと初めてにしてはちょっとハードモード。いやちょっとねこれ俺こんなにさ、はい、渋滞すると思わなかったから。そうですね、ちょっとこれ初高速体験ではちょっと洗礼だよね。そして散髪の煙がすごすぎて、マサボー君の真っ白の娘さんが送ってくれたダウンが真っ黒。ああ、ちょっとやられてる。娘さんが買ってあげたのに請求書出さないと。いや俺も昔買ったばっかの白のシャカシャカ夜の壮行会に乗ってったらもう油まみれされたのを思い出しました。いやでもね、本当に初にしては皆さんシャキシャキ走れて順調ね、本当順調。じゃあね、ここからちょっとご飯食べて、はい、ね、それからまずは西湘までは行きましょう、とりあえず。 そうですね。それであんまり渋滞してるようだったらちょっともう箱根は断念、はい、ね。というわけでちょっとご飯食べましょう。はい、いやー、菊さん、風がすごくて地獄。いや、ここでさ、人ともいい思い出ないね。ちょっとやばいですね。いや風やばいわ今日。あ、そうだよね。ね。ちょっととりあえずここ、一旦停止したいね。きくちゃん、すっげえ豪華だね。大体おじさんってみんな写真撮りがちだよ。おじさん写真撮りがち。ね、で今日はこちらはサバ定食、僕は天丼。すごいな。どうこれ？美味しそうっす。美味しそうでしょ。ボリュームやばいっすね。じゃ食べてください。いただきます。はい、いただきます。ね、皆様、ここがかの有名な箱根短パイク。はい、ね、こっからもうライダーの聖地でございますから。ね、こっから紅葉が、まあちょっとね、さっきも野崎くんと話してたんですけど、ちょっと早いんじゃねえかなと。一気に冷え込んでからなんで、本当は明日からでしょ。なるほど。ですけど、そう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 、だからちょっとこの上の、高台のところで景色がいいとこは、富士山見えるもんね。と思います。ね。今日ぐらいなら。そう。だからそこまでちょっと行って、もう一服して帰ると。はい。そういうことでございます。それではね、皆さん、転ばないように、安全運転で楽しんでください。はい。そういうことでよろしくお願いします。お願いします。はい、お疲れ様でございました。ね、どうですか、後ろにある富士山。いや、良かったですね、見える。ね、なんかさ、本当富士山ってさ、意味なく感動しますよね。ね、だから俺は本当にね、このね、芦ノ湖富士山の景色をみんなに見せたかったんですよ。ここですよね。ね。どうでした？ちょっと初の峠道も。ね、紅葉にはね、ちょっと早かったかもしれないけど、だいぶね、色気づき始めて。うん、やっぱでも山来ると温度が下がりますね。寒い。そして風すごい。さっきまで暑いななんか言ってたけどさ、全然ねえ、ほんと寒い。これ明日だったらちょっとピンチだったね。ちょっとね、もう2時も過ぎましたしね、ちょっともう日が暮れるのも早いですから、ちょっと早めに帰りましょうね。もう帰るまでがツーリングね。それによって明日走るか走んないかっていうのをこの後コーストラインさんで開業するというね。そういうことでよろしいですか。じゃあ帰りましょう。お疲れ様でございます。ということでツーリングは終わりました。ね、私が納車するにあたって必ず100キロね、試乗してからこれお客様に納車するのがもう基本なんですけど、ね、今回ツーリングすることによってまたトラブルが起きました。ダイナモ壊れました。だからこれダイブ君に納車される前でよかった。そうですよね。はい。そうだから電圧計をねつけしてからこれよかった。もうちょっと走ってたらいきなり電圧がダンとして、もう発電しなくなったから。それでもう急遽止まったらもう本当にエンジンかからなくなって。だからまあダイブ君本当は今回ダイブ君が連れて帰る予定だった。お預け。大幅に遅れました。そういうことだろうね。はい。ちょっと見に行ってみた。本当レッカーサービスが入っててよかった。うん、本当ですよね。だからほら、もう任意保険レッカー、これ絶対入んないけど。うん。よかった。かっこいい。ライトアップされたけど。おかえり、おかえり。壊れてる。壊れてる。というわけで修理に入ります、はい、ということで本日はありがとうございました。おはようございます。はい、今日一段と老けてるでしょ。ちょっとだいぶ昨日、まあ、僕は一足お先にというあれだったんですけど、それでもうレッカー1時間待って、はい、大渋滞の中、二欠で帰ってきて、めちゃくちゃ疲れてたんです。いやー、すごいです。高校生みたいなことやってますね。みんなは盛り上がっていくから、はい、夕方帰ってきても、はい、もう単車の話であれはもう帰んないのよ。ね、なるほど、はい。それでもう見ても朝から、はい、いやちょっと盛り上がって、また新たななんかバイクの前で喋ってますよ。ね、はい、もう、はい、見るものすべてが新鮮なのよ。あの人たち。だからまたね、昨日はトラブルもありましたけど、今日はもうトラブルどうこうじゃなく、一段と寒いっていう問題がね、朝の温度は8時の時点で5度、はい、うわ、そんな低かったですか。そう、それで、まあ、今日はね、はい、これ、まあ、見て、これ、嬉しそうな顔、結構これ、慣れないと。ああ、また大悟くんが写真撮って。大悟くんはもう一丁写真撮って。ね、ほら、もう、そうでしょ、おじさん。ちょっと今日はじゃあ。ホールのね、実習を。いやいや。ああ、ちょっとだからハンドルとかがね、またタイプ違うよっていう説明をしてますね。結局もう三八がダメだから。はい。ね、はい、もう一台他の三八乗らせようかと思ったら大悟ちょっと欲張って他のバイク乗ってみたいせっかくなら三八じゃないのも乗れるならそうそう、それでバブのノーマル缶の400はいはいありますね今ね、あれを乗らせようと思ったらちょっとなんか納得いかないみたいなね、それであのバブは2倍も入ってるすぐ乗れるってことでとりあえずもうじゃああれにしようかっつって。ちょっとでも久々だな。中面車持ってないから。あ、そうか。大きいのはね、あれですからね。そうです。ほら。ね。うわ、寒いなおい。ちょっと38熱が暑かったはずなのに、バブ熱が急に上がってますね。これほらガスを抜いてキャビンね、もう乗らない予定だったバブ一旦休ませようとしてたのを、うん、また今日復活させると、はいね、だからこいつにとっても良かったんじゃない。まあ確かにね、乗った方が。ちょっと皆さん今日は昨日よりまだ一段と寒いですけど覚悟して行ってください。宮古では味わえない風を味わってください。はい、はい、ちょっと準備しましょう。これじゃバブと一緒なんですね。そう一緒。だから、はい、昔夜のね、はい、壮行会とかで、はい、ね、CBX とかっていうのはダイナモが行っちゃうわけよ。はいはいはい。ね、だからもう属車の捨て倍 99% はダイナモですから。ね、属車の捨て倍。その時、はい、ペグジェと CBX でバッテリー一緒なんです。ほうほうほう。だからバブも一緒なんですよ。へー。だからバブはバッテリーなくてもエンジンかかるんで。ああ、キックあるし。テーカー方式がこいつらと違うから。あ、違うんですね。CBX とかでバッテリー死んだらもうエンジン二度とかかんない。はいはい。知らないな、そういうのも結構実は知らないな。暴走族やってるっていうのは知識の塊ってことよ。いやいや、偉そうに言ったらやばいやつですよ。ね、だから俺たちは昔ダイナモがしゃかったりしたらバブのバッテリーを入れ替えてなんとかキロにつきました。まあバッテリー上がるなんていうことはね。俺が今深い話してるのに。はい。魅力的な単車がね。こんなことばっかしてるの、俺も深い話してんの。結局また38見てますよ。今度は初期も欲しくなっちゃってんだから。ああ、やばいなあ。うわ、もう本当にそのまんまはめられるように。へえ。昔さ、はい、野崎君なんかが若い時、はい、現役割とか、そういうのがガレージ岡田にあったんですよ。まだコーストラインっていう名前になる前。あ、そうなんですね。ガレージ岡田とか家でやってたんですよ。はあ。川崎だけのね。川崎現役割っていうのがあって。やばい。その時は10万とか、はい、15万でバブ売ってたんですよ。へえ。そんな時代があったわけですね。ボロボロだけど、エンジンだけ調子いいっていうのがあって。そんなバブよね、だって。今ミーハンのボロくても国内に150万しかあって150万で、時代はもう10倍だよ。確かに時代だよね、本当。バブがこんなに高くなるとは思わなかったですね。思わないよ、こんなジジイが乗るバイク。すげえな。だから出るよ。わかるかな。わかんないんじゃない。まあ言ってもしばらくはね封印されてましたから。おお、でも良さそう。懐かしいね、この音ね、バブ。欲しいって言いな方が高級もんなんですよ。欲しい欲しい。あ、引っ張りきれない。うわ、来ましたね。来た。はい、一番興奮してるのはどんな人だろう。実はバブに興奮してるわけですね。確かに野崎さんが一番嬉しそうな顔してます。野崎さん元気取ろうかなっていうのが、はい、バブになってます。あ、これは今日やばいきっかけになっちゃう。ですね。いや、なんかマジで1年ぶりにストーブつけたみたいな匂いしてますね。はい。勉強になります。いいよ、これ今。マジで匂いがなんかね。はい。いよいよ出発ですね。じゃあ、なぜか、はい、マッハ乗ることになりましたね。いや、ちょっと予定になかった。いやー、だから、はい、昨日は、はい、急遽乗ったカンパチが止まって、はい、今日はね、急遽乗ったマッハが止まります、はい、ね、トラブルツーリングなんない方がいいんですけど、ね、だから皆さんね、止まった時はもうこれしょうがないですよ、連帯責任ですから。というわけなんで、まずはスタンド行ってガソリン入れて、これからもう一気に行きますからね。はい、ちょっとこいつがかかるのか見たいですわ。あ、それもよ、はい、かけてないから。ちょっとどうなんですか。野崎君は何泊だっけ。5発。やべえよ。あれ。当たった。おお、すごい、5発。大正解。大丈夫そうでしたね。はい、それじゃあお願いします。お二方、はい、どうですか、こっちは。最高ですね。寒い。最高なんですけど。感覚がないんですよ。いや、本当、マジで寒い。本当寒い。味噌汁ちょっと飲まないと。はい、お疲れさんでございます。ね、ここはね、菊ちゃんの、地元、横須賀。ね、これ、野比海岸。そうですね、野比海岸、ここまで野比でいいのかな、まあ、でも野比の感じです。ここは、私たち大ファン、上戸彩ちゃんの、映画のロケ地。ね、であります。全然地元の俺がそれ知らなかったんですけどね。菊ちゃん、僕はね、そこら辺のチェックは抜かりないですから。見てください、これ、東京湾だと思います。いや、マジでここいいっすね。いや、ここさ、自分を見つめ直す時には最高の場所なんですよ。だからここでご飯食べて、はい、この下に降りてってね、はい、ちょっと宮古とも違う、はい、ね、ちょっと冬の海、ね、散策して今日はお開きということでございますね。私たちほら今日夜の勉強会もありますから。夜の勉強会。ね、野崎講師ね、講師のもと夜の勉強会ありますからね。夜は頑張ります。はいね、ハードにスケジュール組んでますね。そうなんですよ。僕たちはね、もう本当に修学旅行並みに分単位のスケジュールで動いておりますからね。というわけでね、ここのなんかで美味しいですからね。食べてください。食べましょう。はい。どうぞどうぞ見てください。かっこいい。皆さんね、皆さんちょっと勘違いしてるかもしれないけど、俺もめっちゃ勘違いしてたんですけど、宮古島ってさ、青い空、青い海、ね、適度な田舎、はい、最高のロケーション。本当、マサボー君とか高橋さんとかの若い写真見せてもらったんだよ。はい。確かに昔の写真見せてもらいましたけど、結構ね、マサボー君とかにも普通の昔の単車とか見せてもらったけど、めちゃくちゃ普通にかっこいいね。そうっすよね。だから盛り上がる気持ちは俺たち同じ世代で分かるし、野崎君はまだ盛り上がっていたから相当バブお気に入り。野崎君はバブが一番大好き。へえ。修復会に乗ってくんだったらニーハンバブがいい。へえ。音が一番綺麗です。未だにそんなことやばいっすね。ね、宮古の皆さんにはいつもお世話になってるんでね、今回の2日間楽しんでいただければよかったなと思っております。